た。いやいやいや、天気予報が降ってきた。サポーティングできない。はい、あんまもか変えていい。ダメでしょうね。ダメでしょうね。今日は何しに来ましたか。今日はですね、はい、まあ、この二人といえば、うん、何ですか。いや、何ですか。ヒゲですか。あ、そうね、ヒゲブラザーズってことでね、はいはい、ということで、はい、今回はね、サポーティングの方をやらさせていただこうかと。デールヨズリですね。そうですね。私はこのヨズリのね、シャロータイプをね、使っていこうと思います。このシャロー縛りで、ヨズリのですね、シャロー縛りで調光していきたいなと思っております。私はですね、いつものやつですね、はい、パタパタちゃん、ダートマスターやったり、キャストプラスやったり、うんうん、このパタパタで、うん、勝負してる。この春、この時期、まあ、どっちの方がいいんだと、うん、雨も降ってきてるからね、うん、そう、サクサクとね、サクッと来たい、サクッと行ってサクッと釣りましょう、うん、いきますよ、はい、勝手にサポッティング。さあ、やっていきたいと思います。干潮前ですね。うん、ボラさんの方はこう手前のこう浅瀬の方投げてますね。で、潮はそこまで効いてないんですけど、このユーマ詰めのタイミングで釣りたいと。イメージはステイを眺め、ボトムをネチネチしていきましょうね。まずはちゃってるから。表紋だことかじゃないですね。いや、ぽいよ。なんかでも色の、見て、ブツブツの青かとの。皆さんこれ絶対触っちゃダメですよ。これ絶対ふざけてこっちにブイとかなしっすよ。血清ないらしいっすよ。マジ表紋だこだそうです。釣りましたね。長崎いるんだね。うわー、表紋だこ釣れた。逃げおる。逃げてくるんすね、海にね。わかるんでしょうね。すごいよ。うわあ、いた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 。マー君はね、ちょっとね、深場に今投げてますと。で、私はね、どっちかっつったらシャローのポイントにキャストしてますと。駆け上がりのポイントですから釣れるんですよね。ここはすごい釣果がある水道ポイントなんですよね。潮が効くタイミングにはここすごい潮がね、パーって流れるから。ベイトなんかもね、よく入ってくるポイントです。あの街灯があるでしょ。あの街灯の下にベッチベチにね、アジとかつくんですよ。あ、ちょっと潮やっぱタイミングタイミングで効くような感じですね。マー君もさっき言ってましたけど、あ、ちょっと右に行っとうやん。これも右にちょっと行ってますよ。一番いいかも、このタイミングが。もうちょっと潮が動いてくれればね、なんか面白くあるんですけどね。そこをなんとか打開したい。いや、ここは打開ですよ、打開。よいしょ。なんだろう、なんか来てる、なんか来てる。あ、イカかもしれん。イカだ、イカ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 、釣れてる。皆さん来ました、よかった。全然気づきません。イカかなんかも分かりませんでしたね。あ、イカじゃない。これなかなかサイズ、ひょ、これヒョウモンじゃないでしょ。これ違う、普通のタコでしょうね。ちっちっち、赤ちゃんでしょうね。そうっすね、イイダコじゃなくてマダコの赤ちゃんって感じですね。普通のね、マダコよね。サポッティングできました。全然ターゲットが違うでしょ。ダートマスター、イカ中だじゃないですか。途中いや、クンってなったけど、お、ちっちゃいイカかなって思う。あるんですよね、ちっちゃいイカかなって思いがち。移動してきました、ブルーのやつ。
で今から打つとこは少し深さがあります。で塩もね払い出す方向向けに投げるんでいいかなと思います。深いところでのシャローが意外とねいい時があるんですよ。塩めちゃめちゃいってますね。やっぱりここは行くよね。水道ポイントでマコンかなりねシャローポイントに入っちゃいました。よいしょ、塩効いてきてる。いいね、いい塩効いてきてんだけどね。来るならここだけどな。来るなら今よ、この塩。今日はよし、ちょっと入れ替えてみますね。3号ですね、音のやつの3号使ってます。ラトルの3号。なんか緑下地のオレンジ、グリーングリーン。青空には小鳥が歌い。いや塩はねめちゃめちゃ本当にいいのよ。対流で入ってくる個体、あー聞いとった。今もう一回やと思った。聞いとる。大きい誘いでちょっと回遊するイカにアピールしていこうかなと思います。あー釣れるかもな。さすがに、さすがに釣れそう。ちょっといい加減、さすがに釣れそう。いやいや、さすがに釣れそうよ。経験上釣れそう。伊達にね7、8年ね週末案ぐらいやってないですから。違う、伊達にやってないんだからこの感じは釣れるっしょ。ほら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 、あやばい、いい、よしじゃほら釣れる、釣ったでしょう。もうあサイズいい。マー君来ました。しかもサイズいいっすよ。サイズがいい。これはキロあるっす多分。これはキロある、キロある。ごめんなさい、めっちゃ嘘ついた。塩がいってるもんやけんがキロあると思ったけどキロはない。失礼しました。塩が言ってるポイントってキロがあると思っちゃう。ほらね塩が効いてるっつったでしょ皆さん。俺これ予言したんじゃない。いるよみたいな、釣る来るよみたいな。なになになに、おざます。来ちゃった、よかったじゃない。いやもうガチでキロある感じだったんですよ。塩がバーっていってあこれ釣れるよって言ったら本当に来ちゃって。来た、はい、えぎはえぎはこれですね。スロー、スロー。おお、これ何だったっけな、忘れた。名前は。ブルーのやつ。ブルーのやつ。いやいいじゃない。サイズも。はい。まあまあ4、500つったところですかね。はい。はい、うんうん、完璧です。いや本当ガチキロあると思ったんですよ。塩に乗ってって。聞いてたんですね。うん。あいいっす。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。やったー。すいません。ゼロ浄化です。でもタコは釣りましたよ。あ、そうですね。やばいの釣ったっすね。はい。タコは釣りました。はい、なんか微妙な塩やったよね、うん、この聞き足してあーこれもうちょっと聞いたらいい感じっていうところでも、うんうんうん、みたいな。そうですね、完全中折れでしたね、うん、中折れやったっすね、はい、雨の中、うん、ヒゲ2人、うん、頑張ったなと思う方は、うんチャンネル登録高評価ボタン、はいコメントなんかいただけると、うん、僕たちこのメンタルやられてるところがこう回復していきますんで徐々にですね、はい、皆さんよろしくお願いします。次こそはねちゃんとサポーティングしたいと思いますんでよろしく。天空ペケ事件天空ペケ事件してやりました。お願いします。さよなら。